はい、毎度どうも恐縮です。君安と申します。ゴッドオブをラグナロクやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回の目的は、アトレウスと家に戻るってことですね。成長するアトレウスに困惑を隠せずにいる。私ではあの子を導けないかもしれない。だが今はひとまず家に戻ろう。確かにね、アトレウスが成長してね、いろいろ考え方がね、いろいろ増えてきてね、疑問に思うこともあるんですけどね。だけどそれがやっぱね、なかなかどう答えていいか、困惑してるんですよね、クレイタスもね。で、前回でね、アトレウスがちょっと行方不明になってね、ようやく見つかったのはよかったということで、早速家に戻りたいと思います。で、まずこれか。三角で切る。ぶった切る。よし。This way. こちら。ということで行きましょう。So, are we going to discuss the boy becoming a bear? Yeah. Are we? Not now. We need to repair the protection stave and get home. 話さないんだ。The protection stave. You did. So you're blaming me? I am not blaming you, Atreus. Well, tell your voice that. それは考えすぎやとです。しかも配りだったことはいい。話さないんだ。説明しようがないよね。だって、前回クレイトスが言ったことも仮説に過ぎないからね。で、同行キャラクターの矢。あ、これ、もうおなじみの矢ですね。R2 で同行キャラクターに攻撃を命じる。Say the word, father. OK。打っていいよ。要は、間接的に矢を打てるってことですね。ここで打てって時、打ってほしい、こういう時ね。これは前作と同じですね。戦うぞ。また、また。ほっ、あれ？ OK。 OK。 次は足を投げるか。ほっ、また。どこに行った？お、また。さっき先手必勝。打て。そうそうそう。 OK。 弓矢は何発まで出た？Are there any other new magical abilities to report? Not really. What of Fenrir? What about him? When he died, you cast a spell. No, I didn't. But I saw light. I don't know what you're talking about. Trick of Fimbulwinter, perhaps. Seen my share. そうなの？弓矢はね、3発まで打てる。でもその3発のチャージがよくわかんないな。ね。アトレウスにもわからないことが起きてるなぁ。しかも、そのフェンリルがね、行くときの光が放たれたっていうのは、クレイトスしか見えなかったのかな。謎が深まるなぁ。とりあえず、進みましょう。あれ、弓矢の数って表示されないのかな。あ、ゲージで示してるのね。なるほどね。3回分。あ、なるほど。了解了解。前回数字で示されたけど、今回そのチャージでね、どれくらいまで溜まるかっていうのが分かるわけですね。もうすぐチャージ終わるよみたいな感じで、目で見て分かるってことか。了解です。で、宝箱ゲット。で、鋼鉄、クラフトの素材と銀のかけら。クラフト素材をね、取ってた方がいいですね。どんどん取りましょう。で、銀のかけらもね、できるだけ取りましょう。もうね、防具武器はね、できるだけアップグレードした方がいいですね。はい。でないとね、強敵が現れた時にね、やっぱりダメージの受ける量が変わってきますからね。このゲームはね、ダメージを与えるのも大事だけど、ダメージをいかに減らすかっていう、受けるダメージね、減らすかも結構大事だと思いますんでね。はい。これは取ったな。この虫なんだろう。倒しても、特にプラスなんないな。これね、ちっちゃい虫なんだろう。まあ、いいか。とりあえず、もう近いかな、家は。家に帰ろう。What's with all the blood? Yours, Atreus. Seriously? That or any prey you might have been dragging, I suppose. Not sure that makes me feel any better. 慰めてはいないけど、事実かもしれないしね。
ああ、このアドレスの力ってのはまだちょっとね、未知だからな。どうやったらクマに変身するかもわかんないし。あれ、どこだっけ。ああ、戻ってきた。こっちだ。こっち行こう。これが五符、傷ついた五符か。というか五符がの結界が破れちゃったのか。音。もしクレイドスの仮説が正しかったらね、アトレスがクマに変身してこの親グマをね、まあ、倒してしまってね、子グマが要するに路頭に迷ってるわけですよね。ね、それを重じろということなんですよね。だからやっぱり自分コントロールできるように鍛えるしかないんでしょうね、やっぱね。ただ鍛えるで治るかどうか、コントロールできるかどうかちょっと分かんないところですよね。さあ、来たぞ。ほっ、いて、後ろ向き早かったか。撃て撃てていい。よいしょ、空振りか。ほっ、まだ何か飛んでくる。よいしょ、いったやつけた、やつけていい。いっぱい来たよ。どこだ、後ろか。撃って、撃ってもらって、よいしょ、空振りだ。ほいほい、上に行ったな、入れるね。また撃ってもらおう。撃って撃って撃って、で私も撃つと、外れた。また行った、ガードを捨てた。ほっ、またほい、撃って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 たら撃つ、撃つ、よし、オッケー。で後ろ片付けか。後ろの敵がどこ行った。おいしょ、 なんかパリが見えないな。はい、はいはいはい、でとどめを刺してパリを救いたい。ほっ、おい、ここで決める。そしてさらに打ってジャンピング2パット。よし、パリをねうまく決めたいですねそれを狙うとちょっと失敗が多いけど。Must have been inside the stave when I fixed it. Sometimes I really wish Tyr's temple still worked so we could get out of Midgard. They say Fimbulwinter affects all realms, lad. Okay, but how could things be any worse than here? さあ、もう家は近いな。Svana, you're not scared. You're a brave girl. Good. Brave girl. That's right. He's good with them. No surprise, really. ね、あとですよ、いい特殊能力だ、これはね。さあ、Specky. 寒くなってきたな、これ。Just a little thunder. That's a good girl. 雷。Good girl.
こんな雪景色なのに雷って結構あるのかな。ちょっと私わかんないけどね、怖いな。家に入ろう。家どこだ。寒いし家に入ろうぜ。寝るぞ、寝よう。寒いしな、雷ゴロゴロしてるし帰ろう。That was entirely too eventful. Though I admit it was a bit like old times there. For a moment, the three of us navigating some hitherto unhappened upon patch of forest. Been a while since you've joined us, if that's what you mean. Ah, well, just tired, I suppose. You've seen one deer hunt, you've seen them all. How can you feel tired when you never sleep? There are other kinds of tired, lad. You'll see when you're older. 年を取ればわかる。なんかわかる気がしますね。さあ、とりあえず寝ましょう。まあそうだといいんですけどね。とりあえず今は休みましょう。おお、慌ただしいな。何今度は雷か。おお、やばいの来たぞ。